はい、今日はちょっと撮影から時間経ってしまったんですが、新しいバラを紹介していきたいと思います。購入したのがですね、こちらハイブリッドティーのクイーンエリザベスですね。ちょっといろいろ探したんですが、こちらが有名でしたので買ってみました。あとこちらですね、あまり聞かない品種ですが、ガクの夢という品種がありました。こちらですね、小輪のバラがたくさん咲くという感じでしたので、ちょっといい感じかなということで、購入してみました。はい、あとはですね、ミニバラですね、ミニバラをいくつか買ってみました。ミニバラは品種が分かりづらいですね。こちらはインフィニティローズという名前が書いてありました。こちらはフローランドと書いてあるんですが、裏にスカビラって書いてあったんですね。ちょっと何なのかがよくわからないという。こちらに至っては単にミニチュアローズとしか書かれてなかったですね。ということで、まあ、ミニバラ安いものをたくさん買ったと。こちらはコルダーナシリーズと書かれてましたが、裏にはバラカと書かれてただけでなんかよくわかんないですね。まあまあ、ちょっとよくわかりませんが、小さい花をたくさん植えるということで、こちらの植木鉢の方にですね、ミニバラを寄せ植えしたというところになります。まあ、もうちょっといろんな色があってうまく配置できればよかったんですが、まあ適当にですね、入れてみたというところになります。はい、こんな感じで一つの植木鉢にいろんな品種のミニバラを植えたということで、こちらのミニバラとセットで置いてみた。立体的に見えるかなというところです。で、こちらですね、クイーンエリザベスの方は、こちらのつるバラの横にですね、植えるというところでやっています。牛糞堆肥と骨粉油かすですね、こちらを、庭の土と混ぜて、植え床を作ったというところですが、ここでもやはりですね、コガネムシがコガネムシの幼虫が出てきまして、もう勘弁してほしいというところです。あまりにもたくさんいるので、ダイアジノン流剤という薬剤をですね、1キロも買ってしまいました。これ使い切れるかなっていうところもあるんですが、まあちょっと多い方が安かったので、買ってみました。またコガネムシというところで、勘弁してほしいです。まあ、ちょっとここら辺たくさんいるんですよね。はい、でクイーンエリザベスの方を、置いてですね、土をかぶせて完了というところになります。はい、こんな感じで植えてみました。ちょっと、株と株の間が空きすぎかなという感じもあるので、また新しいバラがあれば買ってみたいと思います。はい、ガクの夢の方はですね、ハイブリッドティーを植え替えて空いたこのスペースにですね、植えていきたいと思います。牛糞堆肥と油かすを混ぜて植えの方です。また昨日買っちゃったんで、また昨日新しいバラ買っちゃったんで。バラ何買ったんですか。バラ、ええ、まあちょっと隙間に植えてて、なんか育て方上手みたいだから、はい、心配はないですね。必ず心配はないですね。なんか本当植え替えは1月とかそれぐらいみたいですけど、もう今あったかいんで今やってて、なんか枯れるかも。バラ剪定は、ああ、あとなんか咲き終わったら何とかとかね、お礼。ああ、そうですね。まあ葉っぱを生かせばなんとかなるって。葉っぱを生かせてれば、なんか次とかも。
まあ、ただそれが大変ですね。すぐ病気になっちゃう。どれですか？これなんかもう黒いですね。ああ、それ。だからこうならないように消毒とかをして。好きなんですね。唯一の趣味。もう揃えちゃうとどんどん増えていっちゃう。まだね、上橋いっぱいあるからね。はい。でもあれですね、コガネムシが結構出てきますね。ないこの土の中から幼虫が大変ですね。こっちは10匹ぐらい出てきました。そんなに。夏なんかこれが結構食べられちゃう。ね。まあバラも食べられますけどね。そうなの。大変です。これ花はどこで、デートで買うんですか？いや、あの京成バラ園まで。30分で行ってます。あそこまでね。まあ、ただ売ってなかったんで別のバラ買っちゃうし、まあ一番いいのはインターネットで買った方がいいんでしょうけど、まあいい苗も選べないんで。やっぱりあのどんどん植えていくうちに、やっていくうちに欲っていうの出てくるんですか？いろいろ品種とか見てて、綺麗な花だと、あとこう大病性が高いだとか、影でも育つとか、いろいろ知識が入ってくるとそれに合わせて買っちゃう。今じゃ止まらない状態で次から次へと。車で30分。まあデーツにも売ってますけど、ね。デーツにもね、でもバラ園だとあってね。まあそうですね。それでもやっぱり欲しいバラは、ね、あの売れちゃったり、まあ4月の新苗とか言うと揃うみたいですけど、やっぱりあのシーズンに行くとか、ちょっとシーズン外れなんですね。売り始めてからちょっと1ヶ月ぐらい経って。あれは園内に入らないと入らない？いやそんなことないです。違うんですか？園内は見るだけで、見るだけで、その外に結構な苗がある。そうなんですね。バラだけ？バラだけ、あ、バラじゃ、バラだけじゃなくて樹木とか花とか。あ、そうなんですね。あれ、あそこ縮小しましたよね、見ると。あ、そうですか。ちょっと最近しか行ってないんで。まあ、行って選ぶんだったら京成バラ園までいただきたい。でもデーツも結構いい苗が置いてあります。まあ、あのいいのがあればデーツでも。なんかいいも悪いも分かんないですよね、バラ系になっちゃうと。まあ、ただインターネットで買うとこう、こんな変な風な形のやつ送られてきちゃったりとかもあるんで、やっぱり本物ね、見ないとダメですよね。まあ、ないときはしょうがない。ちっちゃいミニバラ、あれもどこ、あれはあれも一緒に買いました。ミニバラ可愛いですよね。ということで、近所のおばさんが登場というところでしたが、ガクの夢の方を植えていきます。はい、こんな感じで植えました。葉っぱが多いのでなんか温室で育ててるんですかね。あとこちらはですね、インターネットで買った、ヨハネパウロ2世ですね。こちらもこの角に植えました。植え床を作っているとこちらの方からあの大和のお姉さんが届けてくれたということで、玄関まで行かなくて植え床を作っているところに届けてもらいました。はい、今日は以上です。